はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、フォーカスドプレイヤー第1弾登場時点での各ポジショントップ5の男たちということで、ベスト11企画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今回はですね、左サイドバック、レフトサイドバック編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、まぁ、あ、ちょっとね、まあ、フォーカスドプレイヤー第1弾登場時点とはいえね、 まあ、キャプテンとかレギュラーが登場したときにはね、ちょっと期間がなさすぎて、まあ、できなかったので、ここの二つと、まあ、今回のね、フォーカスドプレイヤー第一弾を含めた、えー、ところでまた新規でね、やっておるわけですが、まあ、なので今回サムネにね、使わせていただいたのは、フォーカスドプレイヤーの選手ではなく、えー、キャプテンの選手になりますが、まあ、小賀太陽選手ね、はい。 まあここはね、キャプテンで初の、まあ、セレクトカードが出てますので、まあ、この時期のやっぱセレクトね、相当優位なので、まあ、上位ね、ランクインが予想されるわけですが、まあ、ただね、スターターでも結構このサイドバックというところは、あのいいカード、いい選手が、ね、出ててまして、まあ、結構ね、潤ってたポジションでもありますので、まあ、そこの選手たちと比べてどうなのかなとかいうところの比較とかをね、まあ、ぜひ、えー、楽しんでいただければ面白いんじゃないかなと思いますので、まあ、よかったらね、楽しんでいってください。よろしくお願いします。 はい。ということで、じゃあ、この企画のね、説明をね、もう少しく、もう少し詳しく、えー、させてください。では、こちらです。はい。ということで、今回の選ンに当たりましてなんですが、特別限定はね、対象外とさせていただきます。まあ、例としては TS だったり、月間系カードとかね、こういったところになります。まあ、ちょうど今ね、TS で左サイドバックといえば、中田浩二選手のね、日本代表バージョンがつい先日出ましたけど、 まあ、これ入れちゃうとね、さすがにもうわかると思うんですけど、あの、ずっと1位なんで。<laughs> もう多分、あれ超えるカード今年出ないんでね。はい。ということで、まあそういった理由で省かせていただいてますと、もう面白くないからね、単純にね。はい。まあ月間系カードとかもやっぱそういった意味ではちょっと優位性がね、まあ出やすいので、まあ今回に限っては、まあレギュラーとかね、普通の月前後半の更新の限定に絞らせていただいているというところをご理解いただいた上でね、ご覧になっていただけたらいいんじゃないかなと思います。 で、あとリーグで使う上うとしてのね、センスとなりますので、クラちゃんは対象外となりますので、まあ、あくまでリーグの評価と思ってね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、じゃあ早速ね、ここからランキングやっていきたいんですけれども、まあ、5位から順にね、ずっと紹介していきたいと思います。ということで、えー、今回ですね、フォーカスドプレイ第1弾登場時点でのレフトサイドバックリーグ部門第5位の選手見ていきましょう。ではこちらです。 はい。ここは、浦和レッズの坂井博樹選手が、えー、第5位ですね。はい。今回、キャプテンのカードとなります。さあ、こちらのカードね、今一度おさらいしていきますと、スキル構成がガーディアン・インターセプト、ヘディング・カットのディフェ3種持ちというね、スキル構成になってます。で、チームスキルはミッドフィル、あーごめんなさい、ディフェンスゴールキーパー、全パラ協会 A で、ボーナスセンスがディフェンス20パーアップのプラスセンスね、ここね。はい。で、総合値が6001で、ディフェ値が1352かな。はい。 という数値になってますね。こちらのカードね。はい。ということで、このカードが第5位となりますが、まあ、良い点としてはね、やっぱスキル構成ですよね。まずね。うん。まあ、ディフェ3種ね、しっかりと ABC ですが揃ってますし、まあ、ボナセもディフェある。しかもプラスなので、まあ、浦和クラブリンクとか柏あたりとかかな。まあ、過去とか合わせると、こういったところで使う人ほど、まあ、有利になるカードと思います。で、グレードはね、まあ、坂井宏樹選手にしては86ということで、ちょっと低めではありますが、 結構、まあ、守備型か、どっちかというとサイドハーフ型かによって、まあ、限定とかによって分かれるんですけどね。今回、守備寄りですが、まあ、守備寄りのカードとしてはいいカードがね、まあ、出てますので、はい、十分ね、ランクインする可能性はね、まあ、秘めてるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、第5位でありますが、まあ、素晴らしいカードが出てますし、 まあやっぱりね、今後のカードとかで言うと、まあやっぱりね、その一回まあ去年 TS 出たというのもあるので、まあ TS の復刻とかね、今後まあ長い目で見るとあったりとかするのかなとかね。まああとはやっぱ現役のうちにもね、まだまだいいカード出そうな選手でありますので、まあ今後のね、カードとかによっては、まあクロッサータイプのカードが出たりとかね、まあそういった魅力も秘めてる選手なので、 まあそういったところを含めつつね、まあぜひ、えー、守備寄りのね、坂井宏樹選手のセンスとかをしっかりつけて持ってる人からすると、まあよりね、美味しいカードになってますので、まあぜひ今回のね、配出期間中、まだまだね、もう少しありますし、まあ今ちょうどぶらり旅あってね、お気に入りクラブ券もいっぱいもらえますし、まあまだこの後ね、おそらくクラちゃんも来て、まあお気に入りクラブ券もらえますし、ということで、まあグレード86でもあるしね、それなりに可能性はやっぱりあると思うんでね、まあぜひ、えー、ここはね、 狙って欲しい一枚かなと思います。まあ、特にね、あと両サイドバックできるというところでね、ま、あくまで今回はね、左サイドバックの選出になるので、そこは関係ないんですけど、まあ、チームを組むときにね、結構助かるカードでもあるんでね、まあ、あサイドバックないってどっちでもいいってなるんでね、うん。まあ、そこもね、非常にね、まあ、出来組む上でね、まあ、あ柔軟なカードになりますので、そういった価値もあるんでね、まあ、ぜひ、えー、気になる方は、えー、ぜひね、まあ、排出期間のうちに狙ってみてください。 ま,あまたね、排出期間過ぎてもね、今後復刻とかもあるので、そういうチャンスもあるんでね、まあ、ぜひ、ワ、え、ン、ー、シーズンね、通して狙ってみてほしいし、まあ、今後のね、新規カードも期待してほしい選手かなと思います。はい、じゃ続きまして、レフトサイドバックリーグ部門第4位の選手見ていきましょう。ではこちらです。はい、ここは柏レイソルの小賀太陽選手のキャプテンが、えー、レフトサイドバックリーグ部門第4位となります。 はい。ということで、サムネに使わせていただきましたが、第4位というところになりますね。さあ、ここもね、おさらいをしていきたいんですけど、スキル構成が空中戦の司会者ガーディアン。で、シュートブロックかスルーフィードがセレクト選択ができます。で、チームスキルはスタメンディフェンス強化で、ボーナスセンスが金 EP プラスですね。はい。で、総合値6890のディフェッチが1537というね、数値になっております。はい。というふうなね、カードになっておるわけですが、 ま、ここね、やっぱね、セレクトにしてはちょっと低いなと思われがちだと思うんですけど、まあ、仕方ない部分が正直あって、まずボナ戦がね、キー P だということね。まあ、これはやっぱ黄色限定の選手全般に言えるんですけど、まあ、いくらセレクトスキル持ってもね、能力値の伸びっていうのが、カードのこの何て言うかな、まあ、他のセンスとか含めない状態ではね、どうしてもやっぱ評価が伸びにくい一つの要因なんですよね。 まあそのハンデみたいなのをまあ背負ってるみたいなんでね、このリーグ編に片はめるとね。まずそこがちょっとまあ苦しいところかなというところと、まああと3種持ってるんだけどね、このセレクトスキルにスティールがあるかないかでめちゃくちゃ変わるのにないっていうね。うん、まあこれもちょっときついなと思うんですけど、まあただね、小賀選手も、まあただサイドバックできるっていうところがね、すごく構想してるようなカードに見えるんですよ、このカードをね。 まあセンターバックとかだったら本当にまあスティールナイト本当に致命傷だと思うんですけどまあサイドバックだったらまあガーディアンと空中戦で戦える部分は当然あるしねまあ空中戦の良さも当然あるのでまあこういったところを考えると別にね全くダメってわけじゃないんですよただまあこれぐらいのそのなんていうかなセレクトスキル持ちのカードとかに求める基準よりはちょいやっぱり仕上がってないなっていうイメージがついちゃうだけでね そういったまあ枠を外せばね、別にまあ仕上がりとか含めて全然いいところ伸ばすこともできるし、まあ決して悪いカードではないんでね。うん、まあそこはちょっと勘違いしないでほしいなと思うんですけど、まあカード表面だけ見るとね、ちょっと伸び、伸びしろが、伸びしろはあるんですけど、ちょっと伸ばしようがないというかね、このカードの表面だけの評価だとね。うん。ということでちょっと評,点評,評価が落ち着いちゃう。 まあ、パターンのカードになるのでね。まあ、ちょっとこういったランキング不利ですけど、はい。ということで、まあ、仕方ないのかなと思います。まあ、当然、このカードもね、スキル強化とかディフェンチ上げたりとか、まあ、そういったところをしっかりと意識して育ててあげると、当然ね、サイドバックとしてはね、結構トップ層に来る可能性も当然あるカードなんでね、まあ、ぜひ取った人はね、仕上げる努力をね、ぜひ怠ることなく、頑張ってね、仕上げて、まあ、サイドバックのね、スタメンとかに、ぜひね、使ってほしいなと思います。 で、あとはね、ま、小賀選手もさっきのね、坂井宏樹選手同様なんですけど、ま、あサイドバック両方できる結構珍しい選手の一人でもあるんでね。ま、あこういった選手をね、一人いい選手持っとくと、ま、あサイドバックのね、ま、右左というところにこだわらずにね、あと一人採用できるんでね。ま、これもすごく大きな点なんでね、本当にね。ということで、ま、あぜひね、ま、そういったところに価値を見出しつつ、ま、あ当たった方はね、ま、クラちゃんにそう見てもいいともしね、なんならね、ま、リーグでも全然いけると思うんで、ま、自分の好きなようにね、カスタムして、ま、ぜひね、輝かせてほしいなと思います。 ま、小賀選手もね、初めてまあ95乗ったんでこれぐらいの扱いになっちゃったのかもしれないんですけど、ま、もともとね、去年とか振り返ってみても、ま、フォーカスとかアイコニックとか、ま、キャプテンとかもそうですかね。フォーカスは出てないかなキャプテンかなで、シーズンフォーカスはあれだったんかなあんまいまいちだったかなって感じがしましたけど、ま、でもね、去年もね、結構リーグ寄りのいいカードが出てたんでね。ま、あそういうところもおそらくこの後のカードにも全然期待できるところありと思うんでね。ま、ぜひ、そういったね、もう完璧なカードを探してる人は、ぜひね、今後のカードにも期待しつつ、 まあ、とりあえずでもこれでもね、まあ、十分仕上げたら強いと思うんで、まぜ、あ、ひ狙いつつみたいな感じで、えー、立ち回っていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、レフトサイドバックリーグ部門第4位は古賀選手のキャプテンのカードとなります。じゃあ続きまして、レフトサイドバックリーグ部門第3位のカードじゃあ見ていきましょう。こちらです。はい、ここはですね、京都産が FC の浅田翔吾選手のスターター24ですね。はい。こちらが第3位と。 なりますじゃあこのカードをね一旦ちょっと振り返っていきますとスキル構成がまずダイナミックインターセプトとレーザービームでセレクトでピンポイントタックルか空中戦の競り合いが選べますでチームスキルがディフェンスゴールキーパーパー強化 B でボーナスセンスがパワー20パアップで総合値が6573でディフェッチが1479ですねはいといったところが主なカードになります はい。ということで、じゃあ、このカードもね、まあそうですね、まあ、評点が、まあ、ある程度高いカードとしてね、まあね、ランキングとかもいろいろつけたと思うんですけどね、スターターでもね。まあ、いい点としては、やっぱりね、タックルスティールをまあね、セレクト選択タックルにすると、タックルスティール A で持てるというところと、あとやっぱ浅田選手の持ち味の、まあ、ディフェンチが高いというところね、サイドバックの選手にしてはね。まあ、ここがやっぱり浅田選手の強みだし、まあ、当然スキルがね、いいスキルくると。 まあ今回ね、ボナーセンディフェまでは来てないんですけど、まあパワーも別に悪くはないんでね。うん。というところで、まあ評価がある程度ついてると思っていただければいいんじゃないかなと思いますね。ここもね。はい。ということで、まあスキル強化の価値とかね、当然まあディフェセンスの価値とかね。まあ他の仕上がり面とか含めたらもっと伸びしろがぐっとある選手、あるカードだ,だと思うんですけど、 まあ、スターターでもね、うん、まあ結構可能性のあるカード出てますよね、ここね。まあ個人的にも結構面白いなっていう。僕もね、ちょっと当てさせていただいて、センス厳定さえうまくいけばワンチャンあるぐらいの <laughs> カードなんですけどね、なかなかちょっとうまくいかないんで、皆さんにお披露目する機会はあんまりちょっと今んとこないんですけど、まあもしかしたら今後ね、使うかもしれないんですけど。まあ、ていうぐらいね、結構ね、スターター、まあスターターのね、そもそもトリプレイスキルっていうのは結構効いてるんですけど、まあトリプレイスキルでセレクトスキル選択になったことによって、 まあ、こういった当たりカードがね、結構量産しやすくなったっていうのも、まあ、こういったグレードを結構高い選手のね、を後押ししてるね、機能になるので、まあ、浅田選手もレギュラーでもね、93ぐらい来てましたし、まあ、今後どっかの限定でまたね、見る機会があると思うんでね、まあ、その時はまたグレードがぐっと上がる可能性ありますし、まあ、特に前半ね、レギュラー93というのが出てるので、まあ、どっかね、フォーカスとか、まあ、ガーディアンとか、そういうところで引っかかってくれたら、ワンチャンセレクトスキル持ちまたあるかもしれないんでね、 まあそういうところのカードも期待しつつ、まあ、このスターターの排、ね、出期間はちょっと終わっちゃいましたけど、また復刻の機会とかね、スターターなんで絶対あると思うんで、まあ、ぜひね、えー、取り損ねたという人はね、その時にまたね、チャレンジしてほしいなと思います。はい、ということで、えー、浅田選手ね、結構スキル面も、まあ、能力値面もある程度悪くない、まあ結構ね、まあ素材としてはいいカードが出てますので、まあ、ここは3位としてね、ノミネートさせていただきましたが、まあ、十分ね、えー、価値あるカードだと思うんで、復刻した際はぜひ狙ってみてください。 はい。じゃあ続きまして、えー、レフトサイドバックリーグ部門第2位のカード、じゃあ見ていきましょう。こちらです。はい。ここは栃木 SC の佐藤翔選手のスターター24が第2位となります。はい。ということで、このカードもね、結構こすって評価してるんですけど、じゃあ今一度ね、見ていきましょう。さあ、スキル構成が空中戦の支配者、パーフェクトスティール、ピンポイントタックル、スルーフィードがセレクトどっちかで選べます。 で、えー、チームスキルはミッドフィールダーディフェンス強化 B で、ボーナスセンスがディフェンス20パーアップ。で、総合値が6248で、ディフェ値が1312というね、数値になっております。はい。ということで、まぁ、あ、佐藤選手もね、スタートは結構いいカード出てまして、評価高いんですけど、まあこのカードのね、評点が高いところとしては、まあセレクトがね、ピンポイントタックル選択すると、ディフェ3種の A スキル持ちが完成すると。で、しかも空中戦の支配者は上位スキルというね、はい。まあそういったカードになりますと。 で、それだけじゃなくて、まあ、ディフェ値はけね、別にね、高くはないんですけど、まあ、ボナセンディフェあることによって、これも補っていけてるっていうのもすごくいいですし、まあ、正直、まあ、スキルでもボナセンでも、まあ、能力値もね、これぐらいの選手だったら、まあ、火の打ちどころがないぐらいの、うん、カードだと思うんでね、個人的には結構やっぱり優秀かなと思いますね。はい。 まあどうしてもねボランチとかサイドバック戦とかの選手になってくるとディフェンチがね高く、まあ、さっきの浅田選手とか古賀選手とかねまあ、あそこら辺はねセンターバックもね併用してまあむしろセンターバックとかで活躍してる方ほうがイメージがある選手かもしれないんでね、まあ、浅田選手とかもねセンターバックしっかりできますした、まあ、浅,田浅田選手はでもサイドバックの方が出場多いんかなていうん、ぐらいにセンターバックできる選手とかだとねディフェンチ高くなりやすいんですけどそうじゃない選手からするとねもうこれ以上ないんじゃないかなっていうぐらいの、うん、カードが出てるんじゃないかなと思いますね。 まあそういう意味で考えると、まあ、十分もう9大抵のカードだし、まあ、佐藤選手がね、ただ今シーズンちょっと怪我したりとかしてるんで、これ以上のカードっていうのが現状ちょっと望みにくいというか、いうところの環境面とかの問題でもあるんですけどね、ぜ、ま、ひ、あ、なんか佐藤選手のいいカード、まあ、このスターター取りそびれたという人はさっきね、浅田選手のところで言いましたけど、また復刻のチャンスね、絶対来ると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、そこでしとめてほしいなと、ちょっと今後のカードに今んとこ期待できないんでね。 ま、復帰とかしてくると、まあ、後半シーズンね、また限定とか出たりとかして、前半はちょっと厳しいかもしれないけどね、まあ、可能性あったりとかする可能性もあるんでね、ぜひ、えー、そういった時にまた狙ってほしいなと思いますし、まあ、ぜひこのスターターね、すごくいいカードなんで、ぜひね、狙ってみてください。復刻した際にね。はい。ということで、えー、佐藤選手のカードが第2位となります。はい、ということでね、 いろんなカードを押さえまして、えー、現時点でのレフトサイドバックリーグ部門第1位、まあ、頂点に君臨するカード、じゃあ見ていきましょう。ではこちらです。はい、ここは湘南ベルマーレの杉岡大輝選手のスターター24が第1位となります。さあ、ここもね、カード評価まあ改あら、えー、改めておさらいしていきたいんですけど。 スキル構成が空中戦の競り合いピンポイントタックル。で、セレクトスキルがパーフェクトスティールかスルーフィードの選択ができますと。で、チームスキルはディフェンスゴールキーパー、スタミナ強化 B で、ボーナスセンスがディフェンス20パアップ。総合値が6252のディフェッチが1401というね、数値になっております。はい。ということで、まあ、このカードね、第1位なんですけど、まあ、このカードもま、いい点ね、ちょっと見ていきますと、 ま、セレクトでね、パーフェクトスティール選択すると、空中戦の競り合いとピンポイントタックルでディフェ3種持ちの A スキル持ちが完成するというところと、あと、ボーナセーンがディフェ20パーアップ持ちということね。で、さっきの佐藤選手よりもディフェ値が高いんですよね。1400値という数値ね。まあ、杉岡選手ももともとね、まあ、ディフェ値高い左サイドバックの選手として、まあ、有望な選手なんでね。まあ、そこの差がね、まあ、ちょっと出たかなという感じですね。うん。で、まあ、僅差でありますけどね、第1位となっております。 まあ、杉岡選手もね、まあ、ただ、今シーズンレギュラーね、まあ、94かな。うん。もう本当素晴らしいカード出てるんで、まあ、どっかでね、ガーディアンとかフォーカスとか引っかかってくれさえすれば、まあ、セレクトだいぶ濃厚みたいに見え方はするんですけど、まあ、そういったカードが出るとね、まあ、これ以上のカードもね、全然期待できる選手なんですけど、まあ、ただ、スターターのね、あの、絞られ方とか、手に入りやすさとかをね、まあ、考えると、めちゃくちゃ価値あるカード出たなっていう感じですよね。うん。 ただ、昨シーズンオフみたいに、まあ、サイドミッドフィルダーみたいなカードも今後出ることを考えると、まあ、その浅田、あ、浅田選手じゃない。<laughs> えっと、杉岡選手がね、あの、毎回出た時にこういったカードが狙えるかどうかっていうのはちょっと不透明になってしまってるんでね。まあ、やっぱり出てる時に、まあ、守備寄りの杉岡選手のカードやっぱりね、価値あると思ってる人は、やっぱ出てるうちに狙いたい選手だしね。まあ、レギュラーも決して悪くないんですけど、ボナセンディフェとかまでは来てないんでね。まあ、あれもでも仕上がれば結構強いと思うんで、まあ、あれあれでまたちょっと違った魅力がね、このカードとあると思うんですけど、 まあ、レギュラーからもね、まあ、いいカード出てますけど、まあ、グレードでも高いからね、なかなか、まあ、お気に入り券とかじゃないとなかなか、まあ、当たる気しないようなところだとも思いますけど、はい。まあ、ぜひね、手に入れる機会があったら、まあ、杉岡選手もね、まあ、まだまだ、まだまだこれからの選手だと思うしね、まだまだ全然安定していって、まあ、これからね、まあ、クラブ内とかでもね、トップグレードある程度張っていきそうな雰囲気ある選手なんでね、まあ、ぜひ、 うん。まあ、ここはね、まあ、スタートの復刻とか来たらまた狙ってほしいし、まあ、当然今後のカードにも期待してほしいし、っていうぐらいの選手なんでね、ぜひ、えー、今後に期待しつつ、まあ、もしね、復刻して、これ取りそびれたという人はね、ぜひ復刻した時に頑張って狙って当ててほしいなと思います。はい。ということで、えー、第1位杉岡選手をもちまして、今回のね、えー、フォーカスドプレイヤー第1弾登場時点での、レフトサイドバックのリーグ部門編のベスト11、まあ、各ポジションのトップ5ということでね、 えー、レフトサイドバック表彰していきましたがいかがだったでしょうか。まあここもね、まあスターターが結構強いですよね、今の関係。まあトリプルスキルっていうのがね、結構しっかりスキル持った選手もね、多かったんでね、まあ、ちょっとスターターが強めだったポジションでもある関係かなかなかね、この壁っていうのは分厚いと思うんですけど、まあ、ただね、今後またフォーカスとか、まあ限定の種類とかによってはサイドバックのディフェッチ高い選手とか、特にやっぱり有利なね、ポジションになってきますので、今回ね、古賀選手とかちょっと惜しくもね、 まあ、ボナセンキーピーという動画もありますし、まあ、むしろそこからちょっと外れたぐらいのね、選手とかがね、まあ意外とリーグ目は狙い目だったりするわけですけど、まあそういった選手の、まあところで当たり枠出る可能性もあるし、まあ当然ピックアップ枠でね、まあフォーカスとかで来る可能性もあるんでね、はい、ぜひね、またここもね、動く可能性が十分にあるポジションなんで、ぜひね、今後のね、まあカードの展開もぜひね、楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日もね、失礼します。バイバイ。